5月10日、日本時間午前4時、こちらの時間は5月9日ですよね。午前7時。はい、ということで、もうだいぶ太陽は高いですね。昨日の日本時間の夜の11時、現地時間で午前2時ぐらいに、下で寝てたら、ここ何日か寝ると寒いなって感じだったんですが、昨日なんか急にあれ暑いなと思ったんですよ。で、暑いなということはつまり南風が吹き始めたんじゃないのと思って風向風速計を見たら、風は弱いですけども安定した南風、5ノットから8ノットぐらいですね、安定した南風が吹き始めてるというのが分かったんで、その段階で今朝までエンジン回すつもりで覚悟を腹くくってたんですが、エンジン止めました。で、その日本時間の夜の11時ぐらいに右舷から南風を受ける形で、北東方向に進むように、メインは上げなかったんですけど、ヘッドセールだけ展開してですね、それからずっと流してる感じですね。今北東方向に時速 2.5 ノットぐらいですか。だからちょうど歩くぐらいのスピードですけども、これでね、波があるとね、セールバタついて結構めんどくさいですよ。でバンって引く瞬間に船にダメージ、いろんな部品にダメージも起きますけども、幸い風は穏やかなんですが、同時に波もすごく、昨日から継続的にこの辺高気圧の真ん中をずっといたんで、今だいぶ高気圧の外れに入ってきてるみたいですが、それで風が出てきてるんですけど、だもんで波がないんで、セールがバンって言わないんで、このくらいの風でほぼフルセールで展開してますけど、大丈夫ですね。でもうちょっと上るんだったらメインも上げようと思うんですが、今のところもう風下に基本的には向かって流されてる状況ですから、メイン上げてもメインの影にジブが入る感じなんで、さほどの効果もないんで、昨日下ろしたんで、そのまんま今日は風向き風速が変わらない限りはこのまんまヘッドセール1枚をほぼフル展開で、北東方向に走っていこうかなと。このペースだとね、そうだな、今から2ヶ月かかりますけどね、着くのにね。浮いてりゃそのうち着くか。でもね、ゆっくり安全に走るのは悪くないんだけども、それでいいのかというと、航海期間が倍になれば当然その間に何が起きるか分かりませんからリスクも増えるわけで。だからゆっくり走りゃいいってもんじゃないんですよ。だからある程度の速力は出した方がいいのは分かってんだけど、どうでしょう、おそらくこれでもね、ちょっと今風が多分若干上がりつつありますんで、これでも多分このセッティングで4ノットは超えてくるだろうと思いますから、そのぐらい出てりゃいいんじゃないのと、いう感じの5月10日です。でやっぱどう考えたって、今月中に到着するのは無理ですね。やっぱ6月の第1週に着けばいいかなーって。いやー本当に今日ね穏やかなんですよ。ほとんど波ないですね。出航してから1番か2番目ぐらいの穏やかさじゃないでしょうか。じゃあちょっとその海の様子を皆さんにご覧いただきましょう。